赤星赤星、赤星、足足てーさあ、やってきました、うん、ラーメン藤丸、東浦店です。東浦の方、そう、東浦駅なんだけど、はい、場所は川口なんですね。あなたの地元に近いってこと？結構近いっすね、うん、ちょっと行ったことない場所だけど、あ、そうなんですね、そんな被ってないんだけど、うん、まあ一応東浦の自体はもうほぼ地元ですね。はいはいはい、はい、で、2021年、まあ、今年の1月にオープンして、うん、そうなんですね、はい、埼玉に藤丸が帰ってくるのはですね、もう久しぶりなんですよ。へー、まあ、2011年までは北浦に藤丸がありましたので、うん、はい、まあ、マルジという、マルジで、店長さん、ここの店長さん、なんと、うん、モーメン火の豚、あのもう標高バカ高い野菜がモーメン、そう、店長さんが火の豚やめて東浦に、そう、店長さんになったということで、メニューが藤丸ラーメンと、うん、まあ、豚麺ですね、うんうん、で、月水金土のお昼はつけ麺があります、うん、で、テイクアウト火曜日木曜日あります、うんうんうん、それからお鍋持ってくと、まあ鍋が、なるほど、まあ、これはね、あのツイッターとかで相談した方がいいかもしれないですね、事前、うん、にね、そうっす、うん、で、麺量変更豚カツ、今回はこの藤丸ラーメンを右のね、つけ麺変更というのにして、うん、月水金土の日だったんです、そうなんです、これがそのつけ麺です。いっぱいありますけども、器が多いですね、多いですね、あの本来豚ニンニクというのはつけ麺をやってる日には購入できないんですね、はあ、で、この赤というサービス9月1日から始まるので、はあ、この2つはサービスです。なるほど、ちょっとお試しじゃないですか。です、そうです、でですね、ニンニクすごい、そうなんですよ、チリクだよ南米のね、福島ラーメンには半玉が入ってる、つけ麺にしても入る、かつてつけ麺というのはね、板橋の藤丸にあったなるほどですね、火山というメニュー、火山、あのこうコンロが置かれてグツグツ、火山だな、そう、それ以来じゃないかな、なるほど、つけ麺やるってね、豚ニンニク、さあ早速ディップしていきますよ、おやよ、おゆい、これね、豚自体の醤油、うん、いや、マシマシっすね、うんうん、あとこの上にかかってるニンニクのビリビリ度なんかもうまかったり、なるほど、で、こういったほぐし豚も入ってるんですが、美味しいんです、これ贅沢ですね、これは、いや、これは贅沢、めちゃくちゃ柔らかい、そしてこのつけ汁がね、ド、うん、乳化なんで、うん、ごっそりお口にこの汁運んでくれるんですね、うん、美味しいですよ、まあ、あと豚カス油、これはあのレギュラーメニューというか券売機で買うんですけども、はい、つけ麺風に食べるんですが、うん、もうこれがもうつけ麺だから、あ、まあ そうね、ね、そのままダイレクトで食ったりかけて、いろいろやっております。そして作りました、なるほどね、豚カス野菜ね、クタクタですよ、やっぱ藤丸といえばね、うん、本店もでも含めまして、うん、藤丸では一番硬いクタ野菜かもしれない、な、藤丸の中では、そうっす、うん、西アレとかだともうスラム野菜ですから、あ、言ってました、へい、つけ汁のね、うん、本に載ってますが、うん、ドニューカにこうつけてからね、あー、ちょっと食べるんるんって、食べるんアンパンマンに出てくるやつみたいな、カビカビますけど豚旨味ね、豚カスもふっとした食感と合いますよーということですね、そしていや出てきましたね、でっかいなーこれね、まあこれほんとね、男の子一度はこういうね巨大な豚噛みつきたいということでね、骨さえつけば漫画肉だもんね、漫画肉ですね、間にちょっと豚カスを送ってみましたけど、豚カスってもう飲むか飲み物、豚カスは飲み物、はい、燃料、はい、350、少なめ265前後、半分180、3分の1は120、大盛りは 500g 以上で、まあ、これは本当に芯がある人だけ、まあ、食べる人は深刻、深刻です、量多いんですけど、意外とね、東浦の麺は軽いんですね、なんか次々こうすすっていけるような、なるほど、あのふわふわ感がある、ふわちゃんです、はい、ドニューカソッパ汁ふんだんつけつけですね、うん、やっぱ無心で食らうのが一番いいんじゃないかな、なるほどね、あれこれ考えずに本能でうまいと感じる、あ、出た、出たんですか、椎名林檎も納得の、あ、本能、はい美味しさ、ちなみにね、つけ麺、はい、固め申告できませんが、ラーメンはできます、なるほど、お試しくださいました、さあ、来ました、画角変わってニンニクダム、ニンニクダムだった、崩していきます、決壊しました、ちょっと音変えましたけど、うん、はい、辛ニンニク、なるほど、本店とかよりも、うん、このニンニクちょっと辛いですね、うんうん、粒も非常にあのでかいんで、一番こうお手本みたいな味変のなるほどニンニクの楽しみ方ができるんじゃないでしょうか、
ね。いいですねこの量、うん、ありがとうございます。さあここで限定アイテムの赤です。これマジで9月1日からなんで、うん、先行というか復活なんですよね、うん、9月1日から。なるほど。今黄色です。今黄色、はい、今黄色なんですね。黄色はカレーとコーンらしいです。あ、はい、で赤になると。そう、赤はトマトと辛味の、あ、ちょっとまあアラビアータみたいですね。確かにニンニクとね相まって、これ非常にさっぱりといただける、ちょっと藤丸の概念壊すような美味しさがありました、うん、はい。さあそして安定の返しですが4.9。結構よ。非常にギュンギュン濃い。そうだね、スタイリッシュなところになったところで返し、ね、スープよりもはるかなしょっぱさがございます、ね、味変度は高い。でね、藤丸っていうのは辛めコールがありませんので。なるほど。僕もちょっと辛めと言ってしまうことがたまにありますが、まあ、この返しがあればね、間違ったのも、ね、あとからね、できるしな。そうそう、できる。あ、そしてこのね、まあ、他の藤丸だとこうすごい出方するの。なんか噴射する出方で、すりおろしごまです、ね、あ、他のはゴリゴリやります、うん、他の藤丸では、はい。あ、そしてあ、赤を一気にいっちゃう、どんどん中入れちゃいます、うん、あ、そしてね、ここでピリ辛トマトゆで卵を作りまして、嘘です。嘘。ピリ辛トマトゆで卵油でした。多いな多いな。これをね食べていくんですが、おイタリアン、やっぱトマトとニンニクだね。そうなんです、非常にボーノということで、赤もまあ美味しいんですが、はい、ちょっと僕ねあんまりゆで卵とか頼まないんですよね、うん、トッピング的に、うん、ホクホクで超うまかった。あ、なるほどね。こんな美味しいかってぐらいゆで卵美味しかったんで、なおさら染みやすいしね。あ、まあ確かに、そう、ファイナル豚もね爽やか、いただきましたということで、うわね、ゴールデンドッサービュッフェ行ったんかなって感じだよね。すごいですね、定食って言われた方もいましたが、うん、マシマシレベルは91.6161。まあ、さすが藤丸。いやー来ましたね、やっぱり藤丸さん、はい、まあ藤丸のまさか新店舗ができるとは思ってなかったんでね、うん、これは非常に嬉しいこと。しかも、うん、東浦和といえばですね、はい、埼玉市民は花火大会をする駅なんです、うん、あ、この近くにでっけえ公園があって、うん、まあそこで花火大会するんだけど、そこの近くの学校が明けの星女子っていう。明けの星、はい、うん、赤星ですね。その上手にも明けの星の女子中女子校あったんだ。え、そうなの、はい、うわ、あ、じゃあこっちも、え、同じかな、カトリックですか。あ、どうだろう、あそこでも兄弟姉妹校どうなんだろう。え、あったんすよ、智弁対決みたいな。あ、はい、今年の甲子園決勝。あ、店長さん、そうですね、のご協力いただき、はい、ありがとうございました。こちらです。